韓国オサム一部は31日、僧侶の訪朝を承認したと明らかにした。南北間の民間交流次元での訪朝は昨年5月にムン・ジェイン政権発足後、事実上、今回が初めてだ。オサム一部の当局者はこの日、オサム一部は北朝鮮から招待状を受け取り、訪朝申請をした僧侶の訪朝を30日付で承認したと明らかにした。僧侶は来月2日から6日まで、平壌を訪問して北朝鮮の仏教関係者らと面会する予定だ。今回の訪朝は金剛山の二寺の復元問題などを協議するための宗教交流を目的とした訪朝で、多方面での交流活性化次元で承認した、と当局者は説明した。